親父殿、いつまでそうしてるんや。もう冬は終わったで。はい、皆さんこんにちは、ムショウカです。去年の6月から飼育しているアオスジアゲハの幼虫、親父殿、こちら去年2匹飼育してて、1匹はサナギになって10日ぐらいで羽化したんですけれども、もう1匹は2022年5月現在まだサナギのままです。去年の6月から11ヶ月間、ムショウカの家で大事にサナギを保管してきました。で、この子が死なずになんでサナギの中にいるかっていうのは、去年、伊丹市昆虫館のまみのすけさんに教えてもらった動画があるんで、概要欄の方から見てもらえたらなと思うんですけれども、あれから夏を越えて、秋冬を越えて、5月、ついに動きがありました。はい、皆様。本日5月4日です。親父殿2号のサナギ。ちょっと、見てください。いや、マジびっくりしました。羽が透けてるー。マジか。この子がサナギになったの2021年の6月半ばですよ。かれこれ11ヶ月ぐらいサナギのままやったんです。11ヶ月も置いてたら本当にこのサナギは生きてるのかって不安になったよ。でもやっぱり綺麗な色はしてるからさ、ずっと頑張って管理してきた甲斐があった。本当に良かった。蝶の幼虫っていうのは、1日の中で日光が何時間出ているかっていうのを感じて夏とか秋を判定します。で、日が短かったらもうすぐ冬が来るぞっていうことで越冬するためのサナギになって冬を越えます。ただ日照時間が長ければまだまだ冬は来ないなということで、だいたい10日から2週間ぐらいで羽化して出てきてくれます。しかしこの子、他のアオスジアゲハとかキアゲハと一緒に育ててたのに、この子だけ出てこなかったんですよね。で、去年の動画でマミノスケさんに聞いたところ、詳しくはわからないが、リスク分散といって、何匹かに1匹がまだ冬も来ないのに一回冬を越えて羽化することで環境変化に対応していくというような策をもしかしたら取っているのかもしれないというようなお話を聞きました。だからこの子も本当にそうやったんかな。日照時間には気をつけてたつもりやからな。いやー、この調子やと夜中に出てきちゃいそうやな。でもとりあえず無事に出てきてくれたらそれでいいよ。頑張るんやで。あれから6時間後の5月5日朝6時半です。目覚ましかけて起きたらこんな状況でした。とりあえずカメラ回しときますが、俺は寝るかもしれないです。ちょっと空いてるんじゃん。もうておいで。頑張れ。
ちに来ちゃったか。よし、危ない。いやー、正直今めちゃくちゃ危なかったですね。もうこの子9ヶ月出てきてなかったんで、サナギがついてた葉っぱも枯れたんで、僕セロテープでプラケースの側面につけてたんですけど、そのセロテープで足が滑って上に登ってこれなかったんですね。それでちょっとティッシュで緊急避難させてあげて、なんとか上まで登ってこれました。危なかった。見ててよかった。よし、来た。そして今後ろ羽がおしっこでひっついてしまって伸びなくて、爪楊枝でちょっと引っ張ったら外れたんで、このままいけんじゃないかな。頼む、伸びてくれ。多分いける。ああ、羽伸びたー。よかったー。マジで焦りました。なんとか対応して、無事、羽を伸ばしてあげることができました。本当によかった。ほら、ここをセロテープで貼っちゃってたんですよ。やっぱりセロテープはダメだね。ちゃんと針金とかそんなんで、ピシッと結びつけてあげとかないとダメでしたね。いやー、これは反省だ。いやー、そんな中、ほんとよく頑張ってくれたよ。ありがとう。さあ、羽は伸びきりましたけれども、固まるのにね、多分30分から1時間ぐらいかかるんじゃないかなと思うので、もう少し待ってみましょう。というわけで、浮かしてから2時間ぐらい経ちましたかね。いやー、しっかり羽が伸びてくれた。本当によかった。どうだい、11ヶ月ぶりの外は。可愛いお目目して、体ももっふもふになって、おー、手に乗ってくれました。いや、本当に青筋アゲハの羽って綺麗よね。もう前も言いましたけれども、この色、水色か緑かわからんこの色よ。普通のナミアゲハに比べて飛ぶのも早いんですよね。約1年の間、無償掛けにいてくれてありがとうな、親父殿2号。もう外がちょっと暗いんでね、この子は明日の朝明るくなってから外に放しに行きたいなと思います。というわけで、去年の夏から飼育していた親父殿2号、無事浮かしてくれました。皆さんの周りでもいろんな蝶とかガーの幼虫が見れる季節なので、ぜひとも図鑑で食べる葉っぱとか調べて、皆さんのお家でも飼育してみてください。というわけで、この動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。愛って何ですか。どんなに抱きしめても人も絶やす